おお、こら、飲んでるか、そこ。ダメです、この人いくら飲んでも酔わないからつまんない。あらしの酒で酔えねえのかってめは。ノリ悪い、ネクラ、インキー、天の弱。顔に入れ墨なんか入れてるくせにお酒もたしなめないなんて最悪。っていうかありえない。ありえない。あ、なんか言った？エニスさんはおばさんだからそんな言葉使ってんじゃねえよタコ、殺すぞボケとか言ってました。そっか、そういうこと言うんだあんたは。これはもうあれかな、かなりストレートに喧嘩売られたと考えるべきなのかな。べきでーす。んじゃ、そろそろやっちゃおうか。やっちゃえ。ああ、そうだな、確かに結構な掘り出し物だぜ。弾丸使う真っ当なタイプの拳銃としちゃかなりレベル高いかも。一概にどうとは言えないよ、それぞれ用途に沿ったメリットがあるわけだし、デメリットも確かに。ちょっと聞いてます？ちょっとあんた、女に手を挙げていいとでも。ああ、こいつのメリットとデメリットだけど、それよりいいのか？ま、そりゃそうか。お前さんも災難だね。まずメリットの方だが、これは言わずもがなってやつだろう。突撃戦と殲滅戦を想定した圧倒的な火力、単純な力バカだが、ここらの連中には向いてるタイプのおもちゃだな。デメリットも実に単純、威力がでかすぎて使用者は選んじま。生身でこれが扱えるのは多分お前くらいじゃないのかね。あとはサイボーグかドーピングマン、他のやつには荷が勝ちすぎるよ。ああ、もらっとくよ。毎度あり。ああ、どうもこれから面白いイベントが始まるらしいんでね。あれだよ、見てみな。
何がって見りゃわかるじゃん、ライブだよ。まあ普通のやつなら俺もお断りなんだがね。でも今回のはちょっと違うんだな。これがナハトがヘビの連中を殺したろ。だからその意趣返しだよ、このライブ。主催者はヘビだぜ。知らねえだろうな。偽装は徹底して完璧だし、そもそも連中がそんな裏工作するなんて誰も考えてねえだろうよ。あいつら本来もっと直球だから。それだけお前を、いや、ナハトを警戒してるってことじゃねえのな、ミスターデスサイズ。始まるんですか？なんだか人が集まってきてますね。一体これは？なに、ただの祭りだよ。刺激的な娯楽さ。祭り？さあ、見物してくか？はい、興味あります。OK。ほら、エニス、いい加減に目覚ませよ。頭痛、ガンガンする。飲みすぎだよ、お前は。プロなら自分の酒量くらいわきまえな。そうなのかな。なんか物理的に痛いんだけど、特に後頭部が。気のせいさ。それよりお前も付き合うだろ。何って、ライブね。別にいいけど、私動けそうにないから、何かあったらフォローしてよ。心配ないって。今日はナイトが同伴だ。そうかね。えライル、私が危なくなったら守ってね。任せとけってよ。オッケー、レッツゴー。どうかしたんですか？別に何も。冗談だよ、怖い顔するなって。俺たちはお前を、いや、ナハトを許容することでヘビの支配から逃れてるんだ。つまり一蓮托生。この喧嘩は俺たち D4 の喧嘩でもある。他人に下駄預けるのは嫌だからな。血を流すときは全員一緒さ。まあ半分は。心配なんなら守ってやれよ。
さて。何これ、あからさますぎない？他の連中もそう思ってるみてえだな。結構いい男じゃん。だな、ここらじゃ見ないタイプだよ。あの人、どこか怖いです。何これ、ちょっとすごくない？偉そうなこと言うだけはあるってわけだ。私は、はい、すいません。
なんだよ。ああ、わかったよ。マナーが悪いな。ブーイングにしても度が過ぎる。まあ後ろ半分は同感だがね。それよりも君はどうやら事情通であるらしい。ならこれ以上茶番を続けても仕方ないかな。それでどうする？このままここで始めるかい？巻き添えを好まないなら考えてやってもいいんだが。なるほど、それは確かにその通り。勉強になる。この町はそういうところだったんだよな。了解。ついでに自己紹介も兼ねるとしようか。レスト・イン・ピース。
どうやらお気に召したようだ。名乗りの礼を取らせてくれ。俺はジューダス・ストライフ。コードはタスラム。さあ踊ろうか、ミスターです。今夜はクリミナルパーティーなんだろう。それはそれは光栄の至りだ。待ちきれないね。今すぐに始めよう。オーケー、レッツダンスマカブル。逃げの技だけは達者だな。
種がバレてしまったかな。まったく、どっちもデタラメだな。珍しく主要なこと言うから思わず引き受けちまったけど、やれやれ、もう完全にこっちのことなんか忘れてるだろう。この調子だとここも長くは持たないかな。ちょっと、あいつ何なのよ。まるで悪い夢みたい。夢なら俺も助かるんだがな、これはあいにくとそうじゃない。ほら、そんなことより伏せてろって。また流れ玉が飛んでくるぞ。お願いだから勝ってくれよ。若いミソラで美貌を散らしたくはねえんだから。だいたいあいつもいつまであんなのに手こずってんだか。喧嘩の強さぐらいしかろくに取り柄もないくせに。お前も辛辣だね。そんな奴に惚れてるくせによく言うよ。ちょ、待ちなさいってば。誰が誰に惚れてるのよ。照れるような年でもねえだろうに。結局、お前に任せて何もできずか。リル、まだ具合が悪いのか？おい。お酒のせいで気持ち悪いの？いや、お前少し黙ってろ。ちょっと何よそれ。私だって心配して。いや、いや、いやです。やめて。私は違う。おい、リル。やめて。私はそんなこと。スチールイーター、あちら側で開発された新型兵器のプロトタイプ第1号だ。この町の大気は混沌としていて、弾を作るのにあつらえ向きだよ。しかし君らの軽眼には恐れ入る。これでも細心の注意を払っていたつもりなんだが、こんなに早く見破られるとは驚いた。ああ、俺は蛇じゃない。連中の世話になってる身分だが、命令系とは別どころさ。君らはツワルと確かそう呼んでいるな。
いいね、いいぞ、面白い。こんなに楽しいのは初めてだ。あがくかだって？ああ、あがかせてもらおうか。この程度の炎が果たして俺にとっての鬼門となるのか否か、これはぜひ試してみたい。君らに感謝を。本当にいい夜だった。そしてさようなら。レストインピース。セームエレーヌ・ベネドゥア・オタン。
ガッ。今のはそうか、やはり君があの人の。なるほど、からくりが見えてきたぞ。彼が王冠に至るためカドモンの対として君のような存在をか。まったくあの人も立ちが悪い。なんてことだ、今俺は君を憎いと、君を怖いと思ったぞ。この俺が怖いだって、憎いだって、ありえない。参ったな、まったくこれは。そりゃ愚問だ、バリューレス。遊びはまだ終わってない、むしろこれからが本番だろ。さあ第2ラウンドを始めよう。まだ勝負はついていない。もちろん君にとってのな。